どうもこんばんは、ゆうです。大丈夫俺、目腫れてない？大丈夫かな。あのね、オリンピックでね、まあ、スピードスケートのね、金メダル取った小平選手と、まあ、銀メダル取った伊佐山選手のね、友情の会話を見て、俺もう涙がね、もう止まらんくて、めっちゃ感動したわ。日韓ってね、あんまり仲良くないイメージあるじゃないですか。まあ、僕もサッカーやってたんで、ね、ちょっと韓国と対戦した時、結構喧嘩とかしたりしたんですけど、やっぱ、明らかも、真の人間っすね。お互いを称え合うっていう。うわぁ、ほんまね、できひん。やっぱリスペクトやな。すごいね。めっちゃ感動したわ。で、もうその感動した後に言う申し訳ないですけど、今回ね、ちょっとうんこの話しようかなと思って。あのね、僕ね、ずっとね、もう小学生の時から、もうずっとっすね、お腹弱いんですよ。もう胃腸が弱くて、で、上司に、あ、そういえば動画投稿してるんやったら、一週間何回うんこしたかっていうのを、ね、記録調べてきたらおもろいんちゃうんって言われて、なるほどと。いや、それは思いつかなかったなと思って、ちょっと僕ね、これ撮ってきたんよ、一週間。撮ってきてん。で、誰が得すんねんって話やねんけど、ちょっとごめんなさいね。あの、僕の動画をいつもご飯食べながら見てくれてるとか、人やったら申し訳ないです。あの、この動画後で見てもらっていいですか。で、まあ1週間何回うんこしたかっていうのをそう調べてみたんですよ。で、細かくね、僕3段階に分けてるんですよね。小うんこやったら、あっみたいな、あっ出たみたいな。で、中うんこは、うんみたいな。で、大うんこは、うんっていうね。この3段階に負けました。で、いやほんまね、誰が得すんねんって話やねんけど、てかまあ僕のファンにはもうたまらん企画やね。僕のうんこね、記録とか把握できるから。やばいな、これでチャンネル登録者減って嫌やな。で、てかね、まあみんな何回ですか。まあ女性の方はね、多分少ないと思うんですよ、男性より。男性の方がやっぱ言いはね、デリケートだと思うんで、何回したかって分かります？当てにいたらなんで。あえてね、そういうのはね、5回ですかとか、7回ですかとかにしといてな、そんな、20回ですかとか当てにいたらなんだよ。じゃあまず月曜日、11時に中うんこ。で、12時に小うんこ。で、16時に中うんこ。で、夜中の24時に小うんこ。4回してますよ、俺。めっちゃ多いな。で、火曜日、12時に中うんこ。16時に小うんこ。で、21時に中うんこ。これ3回っすね。で、水曜日、10時に大うんこ。12時に小うんこ&小うんこ。これわかるかな？わかる？最初ね、トイレした後に、で、僕ってね、こう、トイレするときね、ちょっと前かがみになるんよ。で、この肘をね、膝に当ててまうから、膝が赤くなって、で、膝から足に、なんか神経がいって、足痺れんのよ、俺。で、足痺れても立ち上がれんくなって、もうずっとこう、座っとんのよ。で、足痺れてる間に、ま、もう一回、第2波が来んのよ。わかるかな？男の子やったらね、わかる人おると思うんですけど。で、16時に小うんこ。24時に中うんこ。やっぱね、俺、昼時がやばいんよ。昼にめっちゃお腹痛なるんですよね。で、木曜日。木曜日12時に中うんこ。16時に中うんこですね。これ2回だけかな？木曜日2回だけでした。木曜日調子よかった。で、金曜日。金曜日は、10時に大うんこ。15時に小うんこ。22時に小うんこ。うん。朝だけやな。朝がやっぱ俺弱いな。朝昼やな。で、土曜日が9時に大うんこ。13時中うんこ。22時に中うんこ。3回ですね。で、日曜日。9時に大うんこ。14時に小うんこ。だけですね、日曜日は。2回だけかな。日曜日も調子よかった。で、これ合計が、22回ですね。22回1週間で僕運行してるんですよ。だいたいこんな感じですよ、僕。うん。そんな面白い数字じゃないよね、これ。なんでこんなお腹痛なの、これ。
もうすぐね、なんかご飯食べた後、特にね、もう野菜食べた後ですね、キャベツ食べた後はもう、来たーってなる。でね、まあ高校とか中学校の時ってね、なんか朝、1時間目始まる前に、なんか10分間読書の時間があったんですよ。みんなあった。で、その読書の時間に俺めっちゃ腹痛なる。なんか授業始まる前とか、まあサッカー試合前とか、テスト前とか、試験前か、試験時間前とかにめっちゃ腹痛くなって、だから読書の時間ってね、俺本読んだ記憶ないんよ。もうずっとトイレにいとったし、先生もそれ把握してるから、これね、この動画、オチが見つからん。オチが見つからん。うん、ちょっと考えてますけどね、今。てかね、まあ僕、まあこの前のアキネーターの動画でも言ったんですけど、まあ俺ガッキーが大好きでね、もうずっと見たんですよ。ガッキーって、うんこすんかな。あんな可愛いのに、あんな綺麗な女優さんやのに。え、するの？俺と一緒ね。とか、そんなん言ってんの。ほんまこれ、何の動画やねん。